帝国館はかつて存在した日本の映画館である。当初、吉沢商店のルナパークに内包した映画館であったが消失し再建した。後に浅草小畜映画劇場と改称する。1910年9月10日、東京市浅草区公園ロックに開業した。1890年5月22日に開業した。 日本パノラマ館の跡地であり、約1200坪の敷地に、吉沢商会社主の河浦健一が建てた、ルナパークに内包する映画館としてオープンした。吉沢商会にとって、ルナパークは、1903年10月開業の、電気館に次ぐ浅草ロックの施設で、ニューヨークのコニーアイランドを模した、遊園地で、写真館、物産店、飲食店、天文館、 木馬館があり、広大な施設であった。帝国館は、吉沢紹介制作の映画のフラッグシップ館となった。1911年4月29日、ライト型アトラクション、記者活動写真館から漏電による、失火、帝国館もパーク全体と共に消失する。翌1912年に再建したが、吉沢紹介は四社合併で日活となり、 ルナパークは1913年には閉鎖となった。帝国館は大阪三遊クラブの山川義太郎が同年設立した東洋商会のフラッグシップ館になったが、東洋商会が翌1914年には活動を停止した。単独の映画館となった帝国館はやがて小畜に譲渡された。この頃同館が発行していた週刊ニュース。 第一新聞を、押山康明が編集していた。1917年、活動弁士の伊駒雷雄が、同館の主任弁士となった。1919年頃には、弁士の津田修水が人気を博した。1921年、松竹は、帝国館を松竹洋画のフラッグシップ館と決定、松竹洋画部が買い付ける洋画を上演した。 1923年9月1日の関東大震災で浅草は壊滅、帝国館も崩壊したが、復興後は引き続き小竹洋画の拠点として機能した。1925年2月27日、帝国館と新宿武蔵野館がパラマウント映画の特作映画、10回を同時に公開したことが話題となった。1927年、 戦国正太郎の設計により改築した。この時の建物は1980年代まで使用された。やがて浅草松竹映画劇場と解消、松竹制作の新作を公開する劇場となった。1983年閉鎖、廃業し、解体された。跡地は浅草ロックスとなった。同館の代替として、かつての金流館。 当時の浅草ロキシー映画劇場が2代目浅草小竹映画劇場となった。大正末期の1924年から1926年の資料による各地の帝国館、彦根帝国館、1935年の写真。後に彦根京演劇場となるも現在は解体。ありがとうございます。